大阪都久は NHK のアナウンサー。小学校5年生時に千葉市立高浜第三小学校天入男式少年野球チーム高浜ジュニアーズに入団。一類種、三類種、外野種、広島東洋カープファン。北別府学ぶ、王の豊かの携帯模写が得意だった。歌うことが大好きで常に何かを口ずさんでおり、18番は宇宙刑事、シャイダー。 当時のあだ名は、王さん。杉山清隆の、さよならのオーシャンのオーシャン部を王さんに言い換えた、替え歌で周囲の人気者だった。歴史が好きで、大河ドラマ、独眼、竜馬サムネのインストールメントに自作の歌詞をつけて歌っていた。日本史だけでなく、中国史も好きで、三国史、水古伝が愛読書だった。千葉慶愛高等学校を経て、 西条大学経済学部卒業後、1998年入局。現在は大相撲を中心としたスポーツ実況を担当している。また他のアナウンサーとは異なり、歴史を分析して批判することもある。また NHK のアナウンサーにしては珍しい声を張り上げて絶叫調で実況するのが特徴。好きな食べ物は麺類、肉類。 大阪局時代や大森局時代、ありがとうございます。